中年オタッキーです。とうとう梅雨入りしてしまったというか、ちょっと早いっすよね。まだ5月なんですけどね。まあ梅雨はね、基本的にはまあ写真にとってあんまりいい季節じゃないんですよ。まあ梅雨らしい写真を狙うっていう意味では必要な季節ではあるんですけども、機材にとっては大敵ですし、あんま嬉しいシーズンじゃないですよね。出かけるのもね、しんどいのになりますしね。まあ出かけることに関しては今コロナ禍なんで、まあ微妙は微妙なんですけども、まあ前置きはこんな感じで、今日はねこのカメラを使いました。よいしょ。はい、久々に登場しました EOS1N ですね。これどこにピントが合うんだ。EOS1N でね、フィルムがね、ケイジロー様からね、視聴者のケイジロー様が提供いただいたこれ、コダックのねエクター100ですね。こちらで撮ってきました。このねエクター100、現状では非常に高価なフィルムになるんですけども、だいたい2000円前後、1本2000円前後、これ2本もね、送っていただいてね、もう本当にものすごい値段で、本当に申し訳ない。でね、カメラの方はね、EOS1N、まあこれは知る人ぞ知る、キャノンのフラッグシップカメラですけども、レンズはね、L レンズですね、キャノン EF2470F4L。ISUSM っていうレンズですね。まあこれデジタル用のレンズですけども、全然フィルムでも使えます。でね、まあ、超三元レンズとね、言われる、ジャンルのレンズになる。ジャンルっていうかね、通称ですけどね。で、撮ってきました。まあ、値段的には、まあ、バージョン落ちということもあって、現状では5、6万円するレンズになるんですけど、まあ、ちょっと安くなってきたんで、全然バージョン落ちでもね、いい色が出るんで、狙い目ですね。で、この L レンズでね、比較的色のりが良いと言われている L レンズで、このエクター100で写真を撮ったらどんな写真になるのかということでね、紹介していこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回撮影に使用したこのエクター100、コダックのね、一応プロフェッショナルのマークがついております。カラーネガフィルムなんですけどもね、プロフェッショナルのマークがついております。現状ではアマゾンとかで1本あたり2000円から2300円と結構まちまちの、価格で売られておりますが、高いフィルムであることに間違いはありません。リバーサル、富士のリバーサルがね、だいたいベルビアの100とかが1500円前後で売られていることを考えると、まあ、ベルビアよりも高い値段になってしまうんですけども、まあ、そこはね、カラーネガということで C41 現像なんで、現像代は、こちらの方がはるかに安くなりますね。何よりね、マチラボで現像できるんでね、気軽に、撮ることができますね。まあ、値段的には気軽にというわけにもいかないんでしょうけどね。でね、コダックさんのサイトからね、PDF ファイルでね、いろんなデータを、まあ、落とせるんですけども、まあ、とりあえず紹介文ね、読み上げますね。コダックプロフェッショナルエクター100フィルムは世界中で最も細かい粒子を持つカラーネガフィルムです。ISO100 の感度と高い彩色性、極めて鮮やかな色相を有しながらも、現在のカラーネガティブフィルムの中で最も細かく滑らかな流状性をその特徴としています。コダックプロフェッショナルエクター100フィルムは自然風景、旅行やアウトドアの撮影をはじめ、ファッションや製品カタログ撮影など、プロフェッショナルフォトグラファーや上級アマチュアカメラマンにとって、まさに理想的な選択肢と言えます。技術的にはね、映画用のフィルム、ビジョンフィルムテクノロジーを採用。微粒子構造最適化 T 粒子乳剤を採用。コダック独自のアドバンストデベロップアップメントアクセラレータ現像促進剤。利点、世界中で最も細かい粒子を持つカラーネガティブフィルム、スキャニングに最適、 35mm ネガとしては異例の引き伸ばしにも優れた、対応、最新の分光増感と画質改善技術、極めて鮮やかな発色ということですね。
コダック最新技術キュービックエマルジョン、コダック独自の DIR カプラー技術、最適化されたシャープネス、明瞭で、微細なディテール再現、均一された乳剤技術、他のコダックフィルムとプリント条件に関する互換性ということですね。サイズはまあ135ですね。ベースは 0.13mm、0.05 インチアセテートということになってますね。まあ現像は当然 C41 現像なんですけどもね。まあ観光、露光の方はね、まあフィルム感度としてはデイライトもしくはストロボは ISO 感度100。フォトランプ仕様の場合はゼラチンフィルターナンバー、コダックナンバー 80B を使用で ISO 感度32。タングステン光源3200Kの場合は、ナンバー 80A のゼラチンフィルターを使用して ISO 感度25になっております。まあ、プロフェッショナルのね、ネガフィルムということでね、このように細かい、ことをね、PDF ファイルでダウンロードして読むことができるので、興味がある方はぜひコダックのね、サイトから、引っ張っておく。コダックエクターで検索したらね、6番目か7番目かぐらいにヒットするんじゃないかな。PDF のダウンロードができます。で、今回ね、基本的にはね、桜のシーズンを撮ってきました。カメラはね、こちら、EOS1 NHS で、基本的にマニュアルで撮ってます。残念ながらね、PL フィルターがこの時ね、なくしてたんですよ。まあ、トラックのお引っ越しね、故障とかの引っ越しがあってどこ行ったか分かんなくなっちゃって、結局家に持って帰ってたんですけどね、もうどこ行ったか分かんなくなって、まあ、PL フィルターがなかったのは非常に残念ですが、まあ、基本的にね、晴天日中、シャッタースピード250分の1、絞り F8 で撮っております。まあ、L レンズということで比較的色乗りがいいレンズになるとはいえ、まあ、PL フィルターがないんで、もしてもね、ちょっとコントラストは下がりましたが、非常に良い発色をね、しました。このね、フィルムね、もうちょっと安ければいいんですけどね、リバーサルは怖いという人がね、彩度が高い、まあ、粒子が細かい写真を撮りたいというのは非常にいいんじゃないでしょうか。で、露出がアンダーの部分になったところもね、ディテールが下がらないような特性を持っていると思います。そんなわけでね、その辺を、鑑みながら今から作例を出しますんで、そちらを参考に見ていただければと思います。はい、作例です。はい、作例なんですけどね、もうご覧いただければわかりますが、非常に鮮やかに撮れます。色がね、ちょっとピンク色もね、増したような感じになって、桜のピンク色がね、まあ、光がね、しっかりあった場、ある場面で撮るのがね、まあ、おすすめなんですけども、カラーネガということで、日陰のところもね、色温度が上がらないと。まあ、リバーサルと違ってね、光の三原色を後から調整するということでね。で、非常にね、その超微粒子っていうのがね、写真からもね、わかりいただけると思います。ディテールが非常に細かいので、もうこの写真なんかもうビンビンに来てますよね。ISO100 ということで、もともと微粒子ではあるんですが、その中でもさらに際立った微粒子だと思います。このようにね、ちょっと有形のね、河川敷で撮ったんですけどもね、光がその、斜めから入ってくるところでもね、コントラストが破綻せずに映ってるのは、まあ、L レンズの特性ということもありますが、フィルムのね、色としてはね、非常に、いい感じに映っていると思う。この色なんかね、非常に深い青が出ていて、また、なおかつ、このアンダーになったところも破綻してないのがよく、わかると思いますね。で、赤の発色ですけどもね、非常に鮮やか。赤の発色も緑の発色も非常に鮮やかで、ね、とてもカラーネガフィルムとは思えない発色になってますね。で、屋内の方も一応撮ったんですけどね、ほんとデジタルライクな写真になっております。超微粒子ということでね、解像度、レンズの解像度がより活かされる写りになってると思いますね。今回まあ L レンズを使ったということですけど、
まあ、L レンズといえば、所詮、ズームレンズなんでね、単焦点レンズには、まあ、及ばない解像度になってますので、L レンズなんか買えないよっていう方はね、単焦点レンズで撮れば全然いいだけの話です。そんなわけでね、今日のコダックのね、エクタ100なんですけど、このフィルムね、田舎ではね、もう店舗で売ってない、そんなに数売れる、フィルムではないと思うんで、もちろんね、東京とかね、神奈川とか大阪とか、そういう都市部にご住まいの方はね、その、北村さんとかヨドバシカメラとか、まあそういう、ね、カメラ関係のお店で入手することができると思うんですけど、もう田舎にはもう売ってないんで、通販ぐらいしかないんですね。で、価格的にはね、もう非常に高額になってまして、もうこれがカラーネガの値段かもうやめてほしいと思うんですけどね、アマゾンの公式サイトでね、これは5本セットかな？いや、これ10本セットか。10本セットで 13,200 円になるのかな？うん、これが最安になりますね。10本まとめて買うと1本あたり1320円まで、安くすることができますね。現状、まあ、ポイントもね、アマゾンクラシックカード新規入会で2000ポイントプレゼントということなんですけども、そういうのね、生かしてね、購入すればちょっとは安くなりますが、で、5本パックでもね、6800円ということで、この辺を利用すれば、まあ、ギリギリ買えるかなーっていう感じで、他も単品売りだとね、1本2000円前後になっていくんですね。非常に高価なフィルムになります。本当にね、ケイジロさんありがとうございます。でね、おすすめとしてはやはりね、その、色が、しっかり出るシーズンにね、こんだけ高いフィルムになると、やっぱり、気合が入ったね、時期に撮らなきゃダメだなって感じで。まあ、桜の時期とか紅葉の時期とかね、で使う、ちょっとね、本腰入れて撮るときにね、使う勝負フィルムになっていくと思いますね。まあ、使った感じ、非常にいい写りですし、現像はね、今回、北村ね、カメラの北村のナルト手さんで、お願いしたんですけどもね、北村の、なんだっけ、フロンティアか。フロンティアで現像してもね、このように高結果が得られます。さすが C41、現像ということでね。まあ、どこでもね、このような、高精細な、写真を得られる現像ができるということが素晴らしいと思いますね。まあ、ベルビアにね、そこまで負けてないと思いますね。このフィルムでも十分だって思う人は結構いるんじゃないかなと思います。はい、今日のね、フィルム紹介になりますね。はここまで、ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。今日はね、ヒデさんさんからの作品投稿ですね。中年とアキさん、こんばんは。毎回楽しく拝見させていただいています。長距離運転お疲れ様です。モノクロ写真を投稿させていただきます。カメラはニコン F3 ハイアイポイント。レンズニコール 50mmF2.0。フィルムロモグラフィー R グレイ。ブラック&ホワイト100。絞り優先オートで撮影。初めて使ったフィルムですが、晴れのせいもあるのか、他のフィルムよりコントラストが強いというか、トーンの範囲が広いような気がしました。内蔵露出鏡は信用していないのですが、たまにはと思い使ったところ、36枚中10枚がやっちまいました。まだ内蔵露出鏡ですからね。その中でも良いと思ったものを投稿します。1枚目、チューリップ4色。2枚目が新色ってことですね。よろしくお願いしますってことなんですけどね。確かにこれね、非常にハイコントラストになってますね。流浄感は結構出てる感じですが、まあ雰囲気的にはいい写真になっておりますね。で、2枚目の新色なんですけどもね、これ縦構図なんですけども、すごくね、腐った車がね、木に侵されている雰囲気様がね、なかなかの写真になっておりますね。はい、ヒデさんさん、ありがとうございます。次がね、井上ひじりさんの投稿ですね。
写真が2枚で、スーパーの1枚目がスーパーの駐車場、キヤノン EOS M2 EFM22mmF2STM、今撮影しているレンズですよね、で2枚目が軒下のチューリップ、ソニー DSC-WX500、絵画帳 HDR JAC というですね、ハイダイナミックレンジ JAC ですね。ツツジはこの時期、歩道の脇にもスーパーの駐車場にどこにも咲いてて心強いお花です。ディズニーランドは舞台裏を見せないものの、この写真もスーパーのアスファルトやコンクリの鉢が映らないように映らないように寄ってたらドアップになってしまいました。2枚目は、現場では液晶がよく見えず、家に帰って PC で見たら真ん中のチューリップの花びらが1枚めくれてて残念。ドアンナーなどの一応狙いだったということにしといてください。うん、やっぱり皆さんのフィルム一級入魂写真違って出かけにダラダラ撮影、コロナ禍なので本当に最短最初のお出かけなので企画の趣旨に反して心苦しいです。そろそろ出現回数を減らさないということな写真なんですけどもね、1枚目はね、これ非常に鮮やかに写っておりますね。ちょっとちょっとだけね、なんですか、右下の方にピントが来てるんで、これ狙いとしては左上の方の方が美味しかったかな、右下の方の方がピンが来てますよね。で、2枚目の方のドアンダーということなんですけどね、ソニーのカメラは結構アンダーになりやすいです。これは、なんでか知らないんですけども、ソニーのカメラローで撮って後で現像するって人が多くて、アンダーで撮ってね、そのサイドを上げるとかそういう撮り方をしてる人が多いんで、最初からアンダーにしてるのかよくわからないんですが、僕もね、適正だと思ってモニターで確認したら適正だと思ってもね、かえってそのパソコンとかに取り込んだらアンダーだったっていうのが非常にね多い、印象があります。これカメラ的にこれなんていうカメラ、記号だけでわかる、ソニー DSC-WX500 っていうカメラなのかわかんないんですけどもね、非常にアンダーになってしまってますね。もうちょい上げて欲しかったかな。また光もちょっと欲しかったかな。はい、井上さんありがとうございます。で次がね、山卓さんから1枚かな。こんばんは、山卓です。この猫ブームに乗っかって街角スナップを撮るのにブラブラお散歩していたらベンチに猫が起こさないようにとなんとか撮れました。タイトル、春眠歌った猫。タイトルが面白いな。カメラペンタックス MX、 レンズペンタックス M、50mmF1.7、 フィルムはコダックゴールド200ということでね、写真なんですけどもね、うん、ピントとしてはまあいい感じ。ペンタックスのレンズということでね、その解像度よりもボケ雰囲気重視ということなんですけどもね、猫ちゃんがねちょっと苦しそうな、これパターンですね。箱に入って寝ています。もうちょっと手前に光があったら面白かったかもしれないけど、まあ寝てるから光があるとこには行かないですよね。結構これふてぶてしい顔の猫ですよね。今回はちょっとタイトル画面猫はなしかな。猫ばっかり、ちょっと猫ばっかりなってたんでね。はい、山田さんすいません、ありがとうございます。次が有坂さんになりますかね。おたっきーさんこんにちは。久々に作品投稿させてください。今回は車窓と駅前をスナップしました。カメラオリンパスペン FT の 38mmF1.8、 フィルムがコダックゴールド200ですということなんですけど、写真なんですけどね、まあさすがね、オリンパスペン FT のレンズでものすごい解像度で写ってますね、これね。駅前でね、そのタクシーがバッてる様を1枚目撮られてます。2枚目はね、これ走行中の車窓からね、景色を撮ったところになりますけど、手前のね、その暗さと奥の明るさということで、ちょっと面白い写真になっておりますね。はい、有坂さん、ありがとうございます。今日の最後は、どんぶりさんの作品になる3枚組写真になりますかね。中年おたきさんはご無沙汰しております。久しぶりに投稿させていただきます。時節柄、気ままに出かけることができず、フィルムカメラ遊びから少し遠ざかっていたのですが、今日、良いお天気に誘われて、三田市の、陽卓寺の花正弁に行ってきました。花はちょっと時期外れでしたが、オリンパス OM2N ブラックはやはりなかなか味のある写真を写してくれました。3枚目、意外な人が意外な車に乗ってましたよ、ということなんですけどね。作品なんですけどもね、これね、勝負が
まだちょっと早い、まあ、時期的に早かったということも書いてないんですけども、もうちょっと長いレンズが欲しかったかな、1枚目。2枚目は非常にいい感じで撮られておりますね。赤のね、色、オリンパスのレンズということでね、これ本当にいい発色、背景のボケもね、いい感じですね。三出しのどの辺かわかんないですよ。三枚目はね、これね、これキャラクターなんて言うんだったっけ、ちょっと忘れましたけど、これ。これ、マツダのポー、なんて言うんだろう、これね、三輪車に乗ってますけどね、納屋の中にね、もう今動いたこう車検が随分切れた、車になりますけどね、三オート三輪、色的にも目立つ色になってまして、これ、展示車になってるかな。僕ね、サンダーは結構ね、近くに住んでたんですね。10年ちょっとぐらい前まで西宮市の山口町ってところに住んでて、サンダーは結構ね、出入りあったんですけど、ちょっと、どこかわか、多分あの辺かなーって感じはするんですけどね。なんだっけ。名前忘れた。地名の名前忘れましたが、まあ、多分あの辺かなーっていう感じにはするんですけどもね。ちょっと機会があればね、行ってみたい撮影ポイントになりますね。はい、今日のね、作品投稿はここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。今日はね、ペップさんですね。俺のカメラのコーナーに投稿します。数ヶ月前、秋葉原のパキスタン人がやっている中古カメラ屋で、そんなのあるんだ。購入したニコン F2 フォトミックです。初めてフルメカニカルカメラ、で撮れるカメラを手にしました。いろいろガチャガチャ組み合わせることができてめちゃくちゃ楽しいです。写真はソフトシャッターレディーズ、フォトミックイルミネーター、アクセサリーシュー、ストロボコマンダー、フィルターのクイックリリースリングを2個つけています。クイックリリースリングは可変 ND フィルターと PL フィルターを入れてますが、脱着が素早くできてすごく便利。いいですね。フィルムはエクタクローム入れてます。エモい写真を撮ってほしいということでしたので、キャノンデミ、フィルムはコダックトライ X400 を入れてみました。最近はこの2台をカバンに入れてますということですね。いや、これね、すごいことになってますね。もう、ガッ合体ロボ状態ですね。楽しんでおられますね。まあ F2 はね、僕も持っていますが、今はね、ちょっとフレクトゴンのレンズをつけてね、撮っていますけど、非常に楽しめるカメラだと思いますし、堅牢ですしね、調子が悪くなってもメンテナンスに出せば復活するということでね、まあフィルムカメラね、もう発売が終わってしまって、まあだんだん長くなっていくんですけど、いつまでも使えるカメラということでね、大事にしていただければと思います。でね、今日ちょっとね、提案があるということでね、ヒデさんさんからの提案がありますね。ちょっと読み上げますね。お疲れ様でございます。勝手な提案ですが、題名自慢のカメラシャッターオン選手権仮、誰でも自慢のカメラがあってシャッターオンに痺れる人が多いはず。参加資格フィルムカメラに限る以上、同じカメラでも音が同じとは限らない。そこが肝。お忙しい中すいません、ご検討あれということなんですけどもね、まあ、機材自慢ということで俺のカメラのコーナー、をやっておるんですけどもね、まあ、これ以上ね、機材自慢をね、拡張する気はないんですが、これ、俺のカメラのコーナーに組み入れようと思います。つまり、俺のカメラはね、その写真だけじゃなくて、動画、10秒ぐらいでね、シャッター音をね、入れてね、同じように投稿していただければ、採用いたしますので、俺のカメラのコーナーに一緒にね、俺のカメラと俺のカメラのシャッター音みたいな感じでね、組み合わせて投稿いただければと思う。結構面白いと思う。シャッター音ってね、みんな結構、なんですが、好きな部分であるということで、俺のカメラの、コーナーにね、シャッター音のね、動画、だいたい10秒ぐらいの動画を送っていただければと思います。はい、今日のね、動画はここまでになります。いかがだったでしょうか。俺のカメラ、じゃあね、
やったやっちまったのコーナーとかね、教えておたっきーさんのコーナーとか他のコーナーは今日はお休みになっていきますね。皆さん梅雨時ということでね、特にそのあまり使ってないカメラ、たくさんカメラ持っている方も多いと思いますんで、ぜひともねその程度が悪くならないように部屋の換気、あと除湿、防カビ剤とかね、まあその辺、あと防湿庫を使ってある方はね、ちゃんと動いてるかとかいう確認もね、していただければと思いますし、まあ、防湿庫から引っ張り出してね、空シャッター切るだけでもね、空気が入れ替わって、カビにくくなりますんで、時間がある方はね、そういう対策をしていただければと思います。次回の動画ね、ちょっとわかんないんですね。久しぶりにフィルム現像、現像は失敗したわけじゃないんですけど、2本失敗してね、まともな絵が撮れてないんで、ネタがないんで、もしかしたらこの今撮影している EOS KISS M、のスチル写真を紹介しながらカメラレビューしていくかもしれません。はい、今日の動画はここまで、高評価コメントの方ね、どしどしお願いします。コメント全然追いついてないんですが頑張って返していきますね。なんとか全部返そうと思ってますんでコメントよろしくです。あとチャンネル登録の方はね、もうどんどん増えていっておりますがね5000人を、次目指しておりますのでね、まだチャンネル登録してない方はぜひお願いしますね。高評価はねもうポチッと押すだけなんで今すぐ押していただければと思います。はい、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではごきげんよう。さよなら。